さあ、6戦勝ちのないヴェルディと6戦負けのない山形の対決になります。東京ヴェルディ現在の順位は21位、対するモンテディオ山形は首位です。ヴェルディのメンバー表ですけどね、442ですね、フォーメーションはね。まあ一方の山形ですけども、山田拓実がベンチ入りですね。代わりにホドルフォが入ってます。お、狙っていったか。落ちきらなかったですね。打ち上げてしまいます。この角度、ちょっとあの位置からでは難しいですよね。この位置から狙っていきましたね。本田、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。さあ、中村、山岸打っていった。おお、いやー、枠に飛びません。シンプルなパス回しから素晴らしいダイレクトシュートでしたね。さあ、どう攻めるか。大月、いやー、おーっと、坂本、うわー、打っていったけどね。際どいコースでしたね。これはいい位置で奪ってのシュートでした。まあ威力はなかったしね、枠に飛びませんね。どういった攻めを見せるのか。おお、うわ、惜しい。今、さあ、パースを受けた。おお、坂本抜けた。さあ、合わせられるか。そらした。ボールを奪います。大月、柳走ってくる。ああ、あり、山岸フリーだ。いやー、胸トラップが大きくなったね、今ね。まあ相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね。素早いアプローチです。さあ、大月、おお、通った。山岸打ってた。おお、佐藤優也、ナイスセーブ。これはファインセーブです。これはファインセーブだね。さあ、セカンド、柳打ってた。おお、いや、ちょっと読まれちゃいましたね。これはキーパーファインセーブ。強烈なシュートでしたけどね。コーナーキックどうだ。いや、ここには誰もいない。さあ、誰に出すのか。さあ、柳、先ほどと同じシーン。激しいですね。熊本が打ってって、佐藤優也、いや、大月が決めた。素晴らしいプレーでしたよね。いや、これはキーパー止められませんね。いや、キーパー頑張りましたけど、大月が詰めてましたね。狙ってたんじゃないでしょうかね。熊本が打ちましたよね。ここで柳から熊本。今シーズン2ゴール目です。いや、ここね、弾くの精一杯でしたね。いや、ナイスキーパーなんですけどね。いや、これは強烈な一撃だ。あ、よく戻ってきましたね。さあ、柳から大月、さあ、ボールが取って、うーわ、ファールになります。ファール、大月のファールを取ったのか、今の。あ、大月のファールを取ってますね。サイドを使います。さあ、ホドルフォ上げて、おお、さあ、中村俊、このまま終われば勝ち点3を手にします。さあ、空いた、サイドからチャンスメイクしたいですね。上げられるか。うお、さあ、もう一回、セカンドはヴェルディ、うわ、抜けて、うわ、かき出した。
さあここで試合終了。いや山形ね、猛攻で押し切りましたね。非常にこうサッカーの魅力が凝縮されたような試合内容でしたよね。大ゲームだったと思います。このカードの対戦をまた見たいですよね。ベルディの方はね、アタッキングサードまで運べませんでしたもんね、なかなかね。最後フィニッシュのところがね、繋がりませんでしたね。こちら選手紹介になりますね。栗山直樹が 7.0 でトップになってますね。山形勝利して勝ち点3を手にしています。それではハイライト見ていきましょう。さあこれ中村俊のフリーキック、直接狙っていきましたけどね、落ちきりませんでした。まあ、かなり遠い位置からですけどね、まあ決まってればスーパーゴールですよね。さあこれも山形、山岸優也ね、これもね胸トラップから大月がね戻して、胸トラップからそのまま、ダイレクトでね行きましたけど、これも枠を捉えきれない。さあこれもね、これも中村俊かな、坂本だったかな。これ坂本ですね、打っていきましたけどね。前半はこんな感じですよね。で後半に入ってここもね山岸なんですけども、胸トラップちょっと長くなっちゃいまして、ここね長くなっちゃってね、まあ、前半と似たような感じなんですけども枠を捉えきれない。これは柳ですね。これ佐藤優也ビッグセーブ。この後ですかね、3回ぐらいビッグセーブがあったんですけどね、これはナイスセーブですね。でここが先制シーン、ここ止めたところをね大月が詰めてましたね。熊本がシュートしたところ、ちょうど大月がいました。ハイライトは以上ですね。はい、こちら他会場の結果になりますけども、レイソル強いですね。3対0でアビスパ福岡破ってます。続いてこちら、なんと新潟が5点を取って岡山を下していますね。愛媛はまた引き分けですね。開幕から7戦連続引き分けです。はい、こちら順位表になっています。得失点差でレイソルが首位に返り咲きましたね。山形は2位に転落しました。あとは、開幕7戦連続の引き分けになっている愛媛は12位ですね。下位はご覧の通りになっています。富山とヴェルディがまだ勝ちがありません。山形は次節横浜 FC 戦ですね。9位横浜は3勝3負け1分けで来ています。はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。